今年から軟式野球も試合時間の高速化を目的としてピッチクロックが導入されました。ランナーなしでは15秒、ランナーありでは20秒以内にピッチャーはボールを受け取ってから投げなければなりませんが、クーニンズの投手陣はテンポのいい投手だらけ。その制限時間に悩まされることなくいつも快調に投げておりました。しかしそんな中一人苦戦する男が、その男が川上ではなく、こちらの背番号17番、クーニンズの147キロ右腕、岩本陸。独特の2段モーションと体の柔軟性を生かしたダイナミックな投球フォームで投げる陸。一球一球の球は強く、それゆえに出力を発揮するためには時間を要していました。ピッチクロック導入以前の陸の投球は平均17秒、圧倒的投球とは裏腹に試合の流れはいつもゆったりなる印象でした。そんな陸にとってピッチクロックは投球スタイルが変わるかなり大きな出来事。導入当初は苦戦しました。いつもよりも早く投げなければいけない。陸はピッチクロック対応として2段モーションをやめました。ランナーがいない状況ですがセットポジションから投げました。すると制球は乱れ、ボールの強さは半減、フォアボールとなり先頭バッター出塁を許します。ランナーを背負ってからの投球、ここでも速いテンポで投げていく陸。ランナーを背負ってから20秒ですが変わらず速いテンポで投げていく陸。ここは 9.85 秒、そしてまっすぐで打ち取りました。ショート小野寺取ってワンアウト。しかし2段モーションを使わず常にセットポジションで投げてきた陸、どこかメカニズムには異変が起きていました。まっすぐ捉えられライト前ヒット、ランナーを得点圏にやった陸。その後も変化球がすっぽ抜ける、制球を乱す陸。ここも外れました。そして続くバッターにはレフト前ヒット、ランナーが1人帰ってくる、失点を許した陸。さらにこれだけでは終わりません。制球の安定しない陸、2段モーションを使わなかったことにより体が前に開いてしまう、どうしても投げ急ぎフォームのバランスが崩れる。登板後課題を口にした陸でした。さらには続くバッターにもフォアボールで押し出し、さらに追加点を許しました。なんとか2点で終わらせた陸、しかしながらピッチクロック対策として課題が残る投球でした。さらに陸の苦難は続きます。翌週別の試合に登板した陸、この試合も初回から捕まります。甘くなったところを連打連打。この日はストライクボールを投げようとランナーを背負ってからも一定のリズムテンポで投げてしまった陸。相手バッター陣が合わせやすくエンドランをかけられたり走られたりやりたい放題、打ち込まれます。さらには厳しくいくとフォアボール。再びランナーがたまったところで結局この試合陸は1イニング7失点。しかしこの失敗を糧に陸は変貌を遂げます。
続く試合では、おお、なんか早いぞ。いいね。あれ、テンポ丸になってる。ちょっと変えたね。そうですね。ここは 2段ホールね。ベンチの外から涼しい。早い早い。見てください。二度見してる。ナイスボール。あれリクいいね。いいね。テンポがいいよテンポは。二段モーションを復活させる。体が突っ込む前で離しすぎてしまう。そういった癖を修正するために二段モーションで投げたり、クイックで投げたり、この日は投球フォームに幅を持たせました。そしてランナーを背負ってからの投球。最高。球強い。今いくつぐらい？37です。37？強っ。そんな変えてストライクすぐ入るもんね。でもね、テンポ変えるとって難しいよ、めっちゃ。ナイスボール。39。この日のリクはフォームが安定しておりました。同じ138キロでも強いまっすぐ、スピンの効いたいい球を投げています。さらには変化球もしっかりとコントロールされ、ここは村瀬がフェンス際サードファールフライを取りました。リク、この試合は前回点を取られた相手にリベンジ無失点投球。さらには山梨遠征の試合、ここでも力感のなくなった安定したフォームで強いストライクボールを投げていく。レフトフライ。ピッチクロックに対応しつつも強い球を投げ込んでいく陸。この試合も無失点投球。ピッチクロック導入で一度は狂わされた男が順応してきました。今後も陸の戦いは続く。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル。半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく。気持ちは負けたくないから駆け出す。あの土の上で輝く。